はい、皆さん、こんにちは。見るだけでパワーアップガッツアミリンです。えー、今日はね、前回お送りした映像を見まして、ね、えー、反応がありましたので、ね、えー、見ていただいた方からね、そういう、どういう反応かと言いますと、ね、えー、ここの超能のところでね、超能のところで考えれば、ね、 思いが実現する可能性が高まりますよということでのお話しました。100%叶うわけじゃありませんよっていうこともお伝えしたんですけども、一応可能性が高まりますよっていうことでね、えー、お話ししました。えー、そうしましたら、えー、俺はね、宝くじが当たるようにということで、腹の底から思ってるんだけでも当たらないと。 これはどういうことだということでありましたのでね。うーん。よくあることだな。俺もそうだと思ってました。<laughs> 私も宝くじあってかく宝くじを買っても当たりません、えー。1億円とかね、全然当たりません。最大当たったのが5000円かな。えー、早速、えー、ねお、お寿司屋さんに行ってね、えー、消化してしまいましたけども。えー、ね、なぜ、ね、宝くじ買って、当たれ !1 億円当たれ えー、まあ今、いくらまで当たるんですかね ?5 億円まで当た,る当たるんですかね ?5 億円当たれとか思っても当たらないのか <laughs> えー、これをね、えーね、ちょっとね、読み解くのにね、やっぱりこう、原田祖学先生のね、えー、本の中の、に出てきます。えー、っとね、ここの、えー、ね、この、生命持続っていうやつを説明する、このね、三角水の絵なんですけども、ここはね、一番上のところが、 全六式と言って、目、耳、鼻、舌、体、そして意、意志、意、意見とかの意ですね。で、ここがだ第七式とい,うということで、ここが、えー、いわゆるアミリン的に言う超能力、超能ですね、のところとして、ここが第八式っていうのが、えー、生命の正体上、同調された光の束が常駐しているところということです。まあ、光の束と同一と言ってもいいのかなと思いますけども、この中でね、 それぞれについてこう説明されていらっしゃるんですけども、このね、第七式、ここね、ここ、蝶、脳のところ、蝶脳、蝶間のところを、えぇ、ーね、伝送式、ねえー、伝える、相乗する、で、式,えー、式、まあ、意識とかの式ですね。えー、ということで、えーね、この、なっているのはどうしてかと。第七式を伝送式というわけ。 伝送式というわけは、えー、例えば、これ、そのまま読みますね。例えば、一見の家に、例えて説明すると、ね。ここ、これが家ということで、せ、例えて説明すると、えー、全録式、ここね、ここ。ここは、玄関に入ってくるお客さんのようなものであって、まあ、よくわかりますよね。目、耳、鼻、舌、体。ね、い。これは、 ね、外から入ってくるお客さん。玄関から入ってくるお客さんなんだよっていうことですね。入力するところですね。入ってくるところ。であって、えー、そしてもう一つ、ここ。第8式ね。ね、えー。生命の正体。同調された光の束のところは、えー、奥座敷におられる主人公のようなものであると。主人公ですよ。ここが主人公ですよ、と。なぜならば生命の正体だから、ね。のようなものであると。そこで、 第7式は、ね、ここの間、第6式、6式と第8式、第式の間に挟まれている第7式は、奥座式、ね、第8式と、玄関、前6式を連絡するところの、玄関板、あるいは、伝令画会のよう,ようなも、のであるということで、もう、伝令画会ということで、私もに書いてありますけれども、まあ、中間管理職みたいな感じですかね。 ここがまあ社長。ね、ここがえ、ね、え従業員。ま、いろろな情報をね、持ってくる従業員と。で、この第7式はまあ中間管理職かなと思いますけども。で、そこで、この玄関にね、うまいうまいって下ですね。えまずい <laughs> やっぱ下ですね。面白いって。面白いはどこかないいかなね、目かなえー、寒いとかね、体。ね。えー、とか、趣旨。雑多のお客。ね。 お客さんがたくさん入ってきます。目、耳、鼻、下、体、ね、意を通じて入ってきますと。そのお客さんの申し入れが、たくさん、ここに申し入れがあるわけですね。そんなね、えー、たくさんの情報を持ってくるわけです。で、そ,そのお客さんの申し入れを、第7式の前例係、ここの超能部分が受け取って、第8式のここの奥座式、ね、に伝えると。 そうすると、第8式、ここが生命の正体、主人公であるところが、良いとか、悪いとか、受け取るとか、捨ててしまえとか、と、第7式の伝令係に申し付けると。伝令、第7式の伝令係に申し付けると。そうすると、この伝令係は、それを玄関のお客さんであるところの第6式、全6式に伝えるということになってるんです。だからね、ここが、 ね、私たちの目、耳、鼻、舌、体を通してく、入ってくる、ものすごい数の情報を、ね、この生命の正体である、第6、第8式が判断して、えー、ね、中間管理職である第7式を通して、こうね、やってるということで、まあ、残念なことながら、アミリンもそうですけども、宝くじを買ってね、1億円とか当たった、当たったらね、良、えー、くないぞと、あんまいいことないぞということで、 ここの、えー、ね、私のご主人様がね、チャッカーとチャッカーバスーということになったんだと思います。ということでね、この、えー、それをまとめると、ここのね、全独式のところので発生するのっていうのは知識ですよ、知識。知識。宝くじが当たったらいい,いい生活ができるぞっていう知識なんですけども、えー、ね、ここの、 第8式。ここのところね。ここのところで発生するのは知恵。知識と知恵の違いなんですよね。で知恵っていうのは、この恵むって書きますよね。恵む。これは、ここの、宇宙的絶対の知恵から恵んでもらえるものなんですよね。だから、全六式の知識と大、えーねえー、第8式の知恵。ね。 えー、こっちも大事なんですけども、ここの、ここの知恵の方もね、大切にした方が、いい人生が送れるんじゃないかということになっております。あ皆さん、さよなら、バイバイ。